どうも、プライドチキンの岩下です。本日はですね、帰ってきたエイラということで、エイラビショップを使ってマスターランクマッチやっていきましょう。どうだろう、使えるんですかね。使えそうな気はするんですけど、アグロバンプだったら嬉しい。アグロバンプだったら嬉しいな。コントロールか、なんだろうな。出しましょう。コントロールでもね、結構やっぱ序盤強いカード多いんで、なるほど。アグロ？ちょっとユニコ出して。好き。ちょっと。いやー、ここでバンピーちゃん除去れなかったのはきつい。なるほど。まあ、被害は最初にとどまった感じですかね。エイラを。時間がないと。よし、正面ダークドラグーン。まあフェイスだったらちょっときついかな。どうだろう、何も出さないということで、聖なる願い。来週道場いいね。あ、コントロールだ。きついな。そうなるときついな。そうなるとやっぱエイラが壊されるんできついんだよな。バハムート対策にオーディンは置いとこう。エイラが欲しいですね。一息で吹き飛ばしてやる。なるほど。いやー、マジか。野心様には近づけさせません。これで決めます。そうしましょう。私は誰にも邪魔できませんわ。ドラゴンウォーリアー、うん、え？なんだ今の、舐められてる。迷えるのにシルベを与えよう。あ、いいね、エイラ来た。しかもヒーリングエンジェルと一緒に使えるという次のシルベにやめておけ。なんでさっき何もやんなかったんだろう。ただならミスかな。サラマンダーブレス残るよ。でもなるほど、なるほど、なるほど。いや、もうここは攻めるしかないな。失踪みたいなやり方で。サタンドラゴンか。サラマンダーブレス残るよ。ブレイジングブレスか。ユニコ、なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはい。ヒーリングエンジェルと、フロッグクレディックでね、パワーアップ、パワーアップでサタン2枚目。あなたの痛みを和らげましょう。ちょっとバハムートの前にね、バハムートの前にここまで作り上げたってのは強いんじゃないかな。これ無理なんじゃない
敗北を迎え、あんだけ重機並んでたらな、やる気失せるわ俺。さてエルフ、最近冥府多いですからね、あんまり良くはないかな。うん、まあでもいい動きはできそうな気はしますね。5、6ターン目ぐらいで敵の処理が追いつかないぐらいのモンスターを2体ぐらい作れれば勝てるんですけどね。よろしくね。あ、よろしくお願いします。あ、重機いいですね。いいスタート切れた。よろしくお願いします。いいスタート切れたよ。これでちょっと5ターン目、4ターン目ぐらいにいい動きができそうな気はしますね。あ、いいね、僧侶も。でもちょっと後が厳しいかな。うん、いい動きできたとしてもちょっとそこが怖いかな。多分冥府だろうね。あ、ここ押す癖、ここ押す癖がね、自然の導きを使わないとな。使っちゃいましょう。また怪我してるじゃないの。ヒーリングエンジェル来てほしいな。森の嘆きに聞こえます。ここで決めるよ。ヒーリングエンジェル来てほしい。それか僧侶でもいいかな。いや、ヒーリングエンジェル来い。あ、なるほど、漆黒っすね。そこ、また怪我してるじゃないの。これで決めます。フェイス狙いましょう。ホーリーフレームタイガー進化で7で1削っちゃうと6になってティア圏内に入っちゃうんで。なんだ、なんか体がキラキラしてきた。森の石ですか。うん、この人きついな。やっぱ森の石強いよな。これはやばい。何して遊ぶの？これはやばい。エレフと当たるとエンバレ欲しくなるんだけどな。でもそんなにいないんだよな。これも手助けになっちゃうと白狼かな。でもね、こっから急にダン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 みたいなのあるからね。うん、やっぱりそうだよね。ねえねえ、何して遊ぶの？冥府消したところでね、出てくんだよね、冥府。まあ、やるけど。ケオスレイク、ここは我らの戦場だ。冥府消したところで冥府出てくるから、意味ないんだよね。今出さない方が良かったかな。白狼もあったし、白狼っていう感じもあったし。ねえ、何して遊ぶの？なるほど、フェイスか。エンシェントエルフ。必ず守ります。ねえねえ、何して遊ぶの？バルカラにふさわしき戦士だ。来週道場、ありがたい。哀れなる子羊を救いください。重機かな。ここからです。なんと動い迷える者の命の巡りとは。さて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 、メイフはまだ大丈夫か。いや怖いな、ギュンギュンギュンがあるからな。
いや、ちょうどいいところにね、サタン出してアスタロトが来た時に重機が発動してくれれば嬉しいんだけどな。森の命は必ず守ります。これが神の導き。まあリノないんで多分大丈夫なんですけどね。さーて、どうなんだろう。まあソウででも引けますからね。もう早く冥府に。いやでもなんかどん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 進んでいってるなーこれ。森の嘆きが聞こえます。私あの人みたいになりたいんだ。これでおしまい。遠き未来への旅はまだ続きます。ここのね三回復が強いんだ。さあ3456770冥府2枚出して新しい新たなる運命だったら負け。サタンズサーバントが2枚来るとは思わなかったと。さてこれどうなるかな。ソーディア使わない方が良かったかな。森の石8。これっすよ。すっごく強いんだね。はい、ということで今日も参戦やってきましたけども、エイラビショップをね、久々に使ってみました。で、なんでエイラ使ったかっていうと、チョイスがちょっと増えてきたんで、アグロがめちゃくちゃ増えてるんですよね、今。ロイヤルとか、バンプとかもそうだし、基本的になんかアグロが多いんで、ネクロもそうだし。ちょっとここでエイラ使ったら意外と枯れるんじゃないかなと思ってやったんですけど、超越が一番多いかな多分。いや、感覚ですもん、これは本当。でもなんかアグロも多いから、まあ意外に勝てるぞぐらいです、今は。まだ使って1日も経ってないかな。はい。な感じなんですけど。まあでもやっぱ強いですね。うん。エイラスラフかな。いや、エイラスラフもちょっとわかんないな。うん、でもなんか普通に使えますね。全然勝てなくなったみたいな感じじゃなくて普通に使えます。なんでまだちょっとデッキの状態がねみんな安定してないので、安定してきたらちょっといろいろやってみようかなと思います。でもちょっとエイラもやりながらいろいろやっていきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは。